ちちゃった。おはようございます。なんか仕様変わったよね。すごい可愛いんだけど、ここら辺のハートリボンとか。何何これ、背景可愛いよね。なんだろうこれ、可愛い。なんか宝石、ホワイトデーか。そっか、もう3月か。あっという間に3月ですけど、どうしよう。早いね、ホワイトデー。はよー。朝は弱いけど、今日はもう準備を終えて、あともう支度、着替えるだけでも外出れます、私。はよん。皆さんの好きなお菓子何ですか、ホワイトデーにちなんで。はよん。朝ごはんはなんかこれから食べようと思ってるんだけど、なんかね、最近どこかのコンビニか忘れたんだけど、なんかクリームがめっちゃ入ってて、生クリームが入ってるメロンパンが本当に好きなんだけど、なんか普通のパンにもクリームが入ってるやつがすっごい好き。うまい棒美味しいよね。私もサラダ味が好き。グミか、あーいいよね。シュークリームめっちゃ好きなの、私大好き、シュークリーム。なんでなんだろうね。なんか絶対さ、お母さんが買ってきてくれたら絶対にその日のうちに絶対食べちゃう。メロンパンってメロンパンだけだとさ、ちょっと重いじゃん。でもなんかクリームが入ってるとなんか 2,3 個食べれるぐらいの美味しさ、大好き本当に。あと皆さん昨日のエッサーコイサーレディオを聞きましたか。キャプテンの藤崎さんとスイズさんと、あとメリーちゃんとサホちゃんが出てました。私はちゃんと待機して聞いてました。可愛かった。そうだよね、リアタイしたんだね。そう、私も出られると願って。そう、ラジオって絶対緊張するよね。夜勤だったから聞けてないです。お疲れ様です。そう、おはよう。サオちゃんね、みんな緊張するよね、あれは。おはよう。公園慣れた。いや全然全然、今日もなんか変に目が覚めちゃったっていうか。二人は猫かぶってた。いや全然そんなことないよ。ちょっと緊張してたけど、二人ともなんかまんまって感じ。うん。おはよう。
そう、ミリーちゃんあんなさ質問素早く答えられるってすごいよね。頭の回転が早い。誰とラジオやってみたいとかある？でもなんかマシュモさん、やっぱりラジオといえばマシュモさんのイメージだから、うん、何でもなんか拾ってくれそう。うん、そんな感じですかね。ね、メイちゃんの速度すごかったよね。うん、ラーメンに例えるメリーちゃん面白い。なんかでもすごい、なんかなんて言えばいいんだ、斬新な例えだったけど、でもなんか私もそう思う。なんか当たり前にあるけど一番大事みたいな。わかんない、捉え方がね、メリーちゃんと違ったらあれだけれども。さあ、とね、昨日レッスンの後に牛丼を食べたんですよ。牛丼を食べたんだけど本当に美味しくてびっくりしちゃった。なんか牛丼あるじゃん、私ちっちゃい頃牛丼なんか苦手だって勝手に思ってて、なんとなくね、なんか理由は分からないんだけど、なんか苦手だなって思ってたんだけど、本当に最近初めて食べて、あ、美味しいって思って、でなんか逆になんでさ、こんな絶対に美味しい食べ物なのに、なんで私は今まで苦手だって勝手に思ってたんだろうって思って、そう、トッピングはなかったんだけど、なんかね、おろしなんちゃらと、おろしなんちゃらと、なんか生卵、違う、温泉卵が入ってるやつがあったんだけど、なんかおろしなんちゃら忘れた。まあそれは置いといて、大根おろしは私はちょっと食べれない。なんか一回食べたことあるんだけど、辛すぎてなんか涙出ちゃって、ちょっとトラウマなっていう。マジで牛丼美味しかった。そう、でもなんかあとなんか温泉卵も、私卵ってできればその半熟ちょっと避けたくって、もうゆで卵とかもなんかなんていうの、マジで半熟の部分なしがいいのね。おでんのゆで卵みたいな、それぐらいの硬さが一番好きなんだけど、そう、半熟も全然食べれるんだけど、なんかみんなの中で半熟がちょっと人気だったから、あ、じゃあもう全然譲りますって感じで普通の牛丼をいただきました。そう、本当に美味しかったな。そうそうそう、なんでさ、逆にだけど今まで苦手だったんだろうと思うんだよね、牛丼。本当にだってお肉じゃん、お肉の上にご飯じゃん、絶対美味しいに決まってるじゃん。とんだ勘違い。で私もう10分もしないうちに食べちゃって、なんかほぼ飲み物みたいな、あ、飲み物も飲みながらだけど、なんか飲み物と飲み物飲んでるみたいな。玉ねぎは全然好き、なんか玉ねぎを焼いてる時の匂いが大好き。そう、誰かがね七味をねかけようとしてて、うわ大人ってなった。あとね、はるちゃんかな、はるちゃんが紅生姜を食べようとしてて、
食べようとってか牛丼と一緒に食べようとしてて、わあってなった大人だなーってなった。なんか私は紅生姜たこ焼きの中にしか入ってる想像がつかないから、たこ焼きも大好きそう、と時間は11分ですおはよう そうでもコーヒーもね、なんか全然飲めないの私。なんか9が牛乳で1がコーヒーだったら全然飲めるあとお砂糖もたくさん入れないと飲めないし。もうそろそろ仕事行ってきます。いってらっしゃい。いってらっしゃい。気をつけてね。そうだよね。ほぼ牛乳でもなんか本当にそれぐらいじゃないと飲めないかも。ミルクティーはめちゃめちゃ好き。うん、そう、そんな感じですかね。あとなんだろうな、食べ物に関しての成長があったんだけどね。ね、牛乳さ、私毎日飲んでたのね。もう小学校からもうずっと今まで給食に出てくるその牛乳は毎日飲んでたのに、私身長が 154.5 なの。なんでそう、すごい悲しい。ね、サオちゃんかメリーちゃんかユアちゃんかオイちゃんがなんか全然牛乳飲んでこなかったって言ってて、私の今までの牛乳の努力は何なんだったんだ本当に そう、まだこれから伸びるんじゃない。伸びるかな、多分伸びそう。でも中学1年生から2年生になった時にめっちゃ身長伸びた、10センチぐらい伸びたんだけど、154.5センチです。そうですね。あ、でもやっぱり骨丈夫だと思う。私も骨折したことない。あとね、爪も丈夫そう、爪がね、なんか二枚爪とかになったことないし、なんかね、あんまりなんだっけ、カツンってなって割れたりしないそう、なんかサーヤさんも確か爪強いって言ってて、共通点そう、効果はあったのかも。うんそんな感じかな、牛乳は。でも毎日飲むといいことあると思うからそんな感じかな。おはよう。そう、私は来年から高校3年生になります。イエーイ、最後の高校生活ですけれども、全力で楽しんでいこうと思います嬉しいよね。そう、あと今日公演なので平日なんですけれども、来れる方はぜひお会いしましょう。平日だから
なんかいろいろ違うかなって思うけれども、ちゃんともちろんお出迎えもするし、前座もやるし、お見送りもさせていただくので、皆さん来てね。いけないよ涙。うん、 DMM ありがとう。最善でね、 DMM で見てね。行く、ありがとう、会おうね。うん、そう、日向さんの卒業公演とコンサートももうすぐ控えてるから、より一層頑張らなきゃいけないと思います。昨日のレッスンでも本当にみんなで疲れ果ててそう、か昨日もさ、帰ってきてからもうめちゃ頑張って踊ってた周りがさ踊れてるから、やばい踊れないってなってて、17分、そんな感じですね。頑張った頑張った。牛丼が美味しくなる公演になりますようにぜひ願います。全力で踊ってくるのでふふ、頑張った後の牛丼はね美味しいからね頑張る前のマシュマロもマジで美味しいよ マシュマロってでもやっぱ焼いた方が美味しいよね。そう、身に染みる、身に染みる、それが言いたかったのまた牛丼食べたら報告ください。了解です前マシュマロからの後マシュマロ、うん違う、後牛丼でした、ごめんなさいそうそうそう、お仕事とかある方は皆さん頑張ってね。そうだよね、あそう、なあちゃんがねタレカツ丼食べたいって言ってて、一緒に行けたらなって思ってますじゃあもうそろそろお時間なので、私も頑張ってきます。仕事行ってらっしゃい。じゃあそろそろ切ります。またね、後で公園でお会いする方はお会いしましょう。行ってきます、行ってらっしゃい。